皆さんこんにちは。本日もご視聴くださりありがとうございます。今日はね、久しぶりになったしょっちゅう来てるけど、円生寺さんでね、6月の下旬になった花咲くでーって聞いてましたので、ちょっとね、また立ち会わせていただきました。で、本日もね、最後までご視聴いただきましてよろしくお願いします。で、まあこのね、まあ、円生寺さんの横のこれはまたね、こうハスも咲いてるし、黄色い花も咲いてますね、これね。はい、では行ってみます。はい、なんかこれなんちゅう花、こっち赤い花よく咲いとるな、これ。何の花これ。何の花やろうね、これ。すごいね、この花。はい、何かね。はい。今日はね、咲きましたね。綺麗だな。まあ、紫陽花は前も咲いてましたがね、これが何とかというユリでしょうか。赤い花がいっぱいやね。はい、ノウゼンカズラやね。ここですよね、前。今は四分咲きやって、すごいです。京都ノウゼンカズラですね。やはり奇境ですね。ノウゼンカズラと奇境。ユリもこっちな、やっぱり。ここもかしこもノウゼンカズラだらけですね。ところどころこのようにユリがね、ちょっといい倒れとんね、これ。これは綺麗か。キキョウとユリね、コラボです。今の状態はこういう感じですね。はい、まあ以上、すごいですね。やはりノウゼンカズラとね、ちょっと気象が咲いてましたのでね、また皆さんいらしてくださいね。せやから、ノウゼンカズラは、これからまだ9月まで咲けるんやって。
帰郷は帰郷も9月まで割と長期で楽しめますね。まあ、ゆっくり楽しまれたらどうでしょうか。これは20日ね。まだ開花してません。はい、そういう感じですね。本日もご視聴くださりありがとうございました。印象でした。常々見ておかないとね、いろんな花が咲きますのでね。今日は農前カズラと気象がメインでした。本日もご視聴くださりありがとうございました。またね、よろしければチャンネル登録、高評価ボタンいただければ幸いです。それではまたね、次の動画でお会いしましょう。本日もご視聴いただきありがとうございました。